無理して褒めたってビール以外出てこんよ。別に無理したわけじゃねえよ。何言ってんの。うちはね、そういうおだてとかお世辞は好きちゃうし。本当に素直にそう思っただけだ。せやからさっきも言うたけど、褒めても何も出てきえへんよ。そういうところは案外可愛いんだな。な、あのな、うちは今まで優しいなんて言われたこともないし、可愛いなんて言われたこともない。男勝りで現場でもうちが乗り込んだらみんな引いてるわ。せやからあんたが言うてることが嘘やってことくらい分かってるし、そんな言葉言うてもらうためにここに連れてきたわけやな。そいつらには分からねえだけなのさ。何が？お前が刑事である以前に女だってことがさ。周りが何て言おうと気にするな。人間、自分らしくいることが一番大切なんじゃねえのか。そりゃそうやけど、今のお前は周り気にして突っ張ることに必死で自分自身を見失っちまってるんじゃねえのか。世の中にはお前のいいところを大切にしてくれる奴だってきっといるはずだ。どうした？行こう。ちょっと酔っ払ったわ。うちはね、そういう女としての幸せってやつは求めないことに決めたんや。そりゃ好き好んでそう考えたわけやないけど、でもそう考えてきたからこそここまで来れた。そして今の自分がある。その気持ちは誰にもわからへん。私にしか。ああ、そうだな。え？俺はお前の過去の全ては知らねえ。でも俺は誰が何と言おうと、本当のお前は優しい人間だって思ってるぜ。おせっかいだったかもしれねえが、一人の男の意見として覚えておいてくれ。あんたって不思議な人やね。本当にヤクザやったのが信じられへん。だから言ったろ、人から見た印象なんてその程度のものだってことだ。酔っ払ったんだろ、帰るか。え、あ、うん、そうやね。俺はもうちょっとここで星を見てるよ。え、じゃあうちも。明日は生き残りの男と会わなきゃいけないんだろう。今日はしっかり休め。それに俺は逃げも隠れもしねえよ。そういうことやなくて。今夜は俺に借りがあるはずだろう。素直に言うこと聞け。そう、わかった。じゃあ今日はママのところに行くわ。葵か。うん。じゃあ明日の朝10時橋の上で待ってるわ。わかった。ねえ、ありがとう。
何やお前は。何すんねん。あんた、それを捨てたら後悔するんじゃないのか。何やと？それ、入れ墨の下絵だろう。しかも、普通の図柄じゃねえ。なんであんたそれは。ひょっとして筋もんか。まあ、近いところだ。兄ちゃん、うちに寄って茶の一杯でも飲んでけや。ついてこいや。帰ったぞ。お帰りなさい、師匠。わしの客人や。あ、師匠、これ。あいつに見つからんようにしまっとけや。あ、はい。おい、何してんねん。あんたも早く来いや。お客さん、どうぞ奥へ。ああ。うん。うん。ああ。ああ。え。うん。うん。これはうちの一家に伝わる竜の下絵でな、代々風ぶりを継承したもんにしか掘れんしろもんや。交流か。よう知っとるな。そう、指針の蝶と呼ばれる伝説の竜、交流や。ふぅ。何？Mm-hmm.
来い。あん？いや。ちょっと。さん、ああ。ふう。何？10年前、合田隆二を初めて見たとき、わしは衝撃を覚えた。この男は、わしの生涯最高の下地になる男やと。そして代々伝わるあの竜を掘ることを決めたんや。せやけど筋彫りしようとした時、わしの手は動かんようになってしもた。そうなんです。だから私がその続きを師匠に代わって掘ったんです。これはあのダブリさんの竜。俺はこの竜を背負ってから多くのものを得て、多くのものを失った。だが俺は竜を掘ったことも、今の自分があるのも全て運命だったと思ってる。あんたたちが合田隆二に掘ったことは間違いじゃない。キリュウさん、力を持った人間はよく道を間違える。だから人間なんだ。だがその道を正すのはあんたたちの仕事じゃない。あんたたち掘り師には掘った男の顛末を見届けることしかできない。アキナさん、もしあんたに掘り師としての責任があるなら、風掘りを継承して龍二の行く末を見届けるべきなんじゃないのか。キリュウさん、
それじゃあな。キリュウさん、私もう逃げません。五代目風堀を継ぎます。ありがとうございました。